あ、太鼓にする。両側挟むだけ。あ、はい、これあんまり取れない。取るとあれの影響がみんな出てきちゃうから。うん、せっかくだからな。その状況が分かるように。まあ、やる前に専務、まあ、専務でも息子ですけどね、と打ち合わせをしているところですよね。ね、向こうのところにあの差し絵や立ち絵だ、上に向かって情報にっていうのは私立ち絵って勝手に言ってるんで、そう思ってください。ね、ここへこみが見えますよね。それはね、これ立ち枝の方に力を引っ張られるのでへこむんですよね。あの右の上に見えてるとこ、上の、そうですね、ちょっと斜めがかって見えてる。で、立ち枝があるんで、あのそれとバランスを取るのに気持ちあの右にウェーブしてます。で、それもあるんですが、根の方もその立ち枝も横に張ってますよね。まあ、幹っていうのはこういうものが出ると、それに対してのバランスを取ろうとします。だから幹の樹勢をあの考えるんだったら、あの幹が行きたい方向の土地がそういう状況にあるかっていうのが大事ですよね。ちょっとね、最近森林整備される方がいるんですが、周りの状況を良くするっていうことが木にいいっていうことはほとんど、まあ、ないっていうと失礼ですけど、ないに近いと思った方がいいかもしれないですね。周りが開けちゃうとなかなかちょっとね違いますからね。あの木の周りをきれいにする、そうすると根が伸びやすくなるかっていうとまたちょっと違ったりしますからね。まあ、それはね、またどこかであの説明しようと思います。まあ、今回はね、あの林業あのすごく言われてますが、ね、実際あの木の方寄りでなかなかいる方が少ない時代にはなってきましたよね。木は生き物だ、植林木は自分たちのコントロール支配下で生きてるもんだから、どんどん使おう、50年で切ってどんどん使おう、そういうような文化になりつつありますが、私はね、あんまりそういうものことは思わないんですよね。あの植林木であろうと、やはり一本一本生きてきた幹、あのそういうのを大事にするっていうことの方が大事です。私もあのこの製材所、逆に言うとそうですね、山と付き合ってきた系譜、長くなって息子まで行けば5代目なのか、その前はね、実際言うともう追いかけきれないんですけど、でうちの一族あの同じようなスタンスの方が多くて、会社を大きくするっていうよりは、まあ、地域貢献だけ考えてやって、今もあの製材はやられないですけど、あの親戚とかでもやはりあの地域貢献の方を重視して、そういうことを日々やられてる方の方が多いですよね。まあ、私はあの木の方が好きでっていうよりは、やっぱりもうあのずっとあの記憶にそうなってるんですよね。なんだかこれの方で勉強してないんで頭に浮かぶ。だから私の動画であの用語が間違ってても、それはね、あの用語からイメージすることを伝わればいいので、用語の方はあまり気にしないでもらってってとこですよね。あのどうしてもね、あの用語がっていうのが出ちゃいますけどね。で、今回はあのこの幹、あの太鼓引きにしていきます。で、今一面カットした面はあの綺麗でしたよね。ごめんなさいね、いらない話をちょっとしてたんで、あの動画と説明がリンクしてないですが、今回のタイトルにあの書かせてもらってあるのは6分以降で、幹の方をあの引き終わったもので説明をさらにするので、あのそちらだけ見られても大丈夫かなと思いますが、一応ね、今回太鼓、あの前回も1本引いてるんですが、それはあの各断面にしてあります。で、それっていうのはあの解放されてない、今下がこう枝が突出してますよね。で、この前のは一応ね、傷口が閉じ込められた方向の幹だったので、あの木が自己補修ですよね。あの同じようにあの核断面にして、その核断面の中にあの傷が閉じ込められたもの、そういうふうにしました。今回のはね、これね、ノコを入れすぎちゃうと、この幹が持ってた傷が外に出てくる形になります。そうするとね、あの木が結んだものをあの排除する形になるんで、ちょっとね、あの合成的に低下する形になるんですよ。最近あの針の引き方を見てても、なんかあのセオリーがあのちょっと違うっていうのをちょっといくつか散見するっていうよりも、オートメーション化してきましたんで、ね、なかなか難しいところですが、一応ね、木目をつなげるとあのその分強くなるっていうのがあるので、あの私たちたち、そうですね、まあ製材屋さんでもいろいろいますんで、私とすれば、あの木目のつながり、そこをね、やはりあの重視していきたいと思います。今、下部のとこ、あの、止まるかな。また、ちょっとね、画像出るかとは思うんですが、下の立ち枝、上方に向かって、あの、分岐した立ち枝があったんですが、
太鼓状に引いた形ですよね。で今その立ち枝が下側になってます。でね、これ以上を切ると出てきちゃうんですけど、あの割に横綺麗でしたよね。でここ立ち枝です。でこんだけのもんが入っちゃってると中ダメかなって思うかもしれませんが、現実のダメ、いわゆるダメっていうの嫌なんですけど、まあダメって言われる方になっちゃうんですけど、中に閉じ込めた結んだ状況だと綺麗でしょ。これ多分ね、基本的には上下反対方向にして、あの針に飛ばすと、あの皆さんが見るの、あの今上側になったのが下側になると思うんですが、見上げる形。で、こういう模様が入って、どうでしょうね。あの欠点に見えないですよね。割にあの繋がったところで気取りをすれば、そういうもの。だからあの、必要寸法っていうよりは、あのこういうのはもう、あの木の方の言うことを聞く、木が何をしたかっていうことを考えて、あのそこをデザイン上あの綺麗に見えるっていうところですやると、あの合成的にも割に強くなるっていうのが昔のセオリーですよね。あの割に綺麗でしょ。あの節回りの傷もこれ以上出さないんで、で見てみるとちょっとね、今あの画面を振っちゃいましたが、渋の層、あの黒っぽいものありますよね。あれの層がもうちょっと奥に控えてるんで、もうちょっと出すとそのぐちゃぐちゃしたとかちょっとシミがかったとこ、あの木目が離れやすい、そういう木目が出てきちゃうんですが、ここまでにとどめると割に綺麗かなって思いますよね。そうですね。これ立ち枝の木、ここに分岐があるの分かりますよね、こういうので。同じとこから来たもので、まあそれもあってこれね、大きいまんまにしてあります。あの細かくしてないです。でこちらの方、少し小さめのものなんですけど、この枝が出てここからこう立つような枝ですよね。あの用語が間違ってるかもしれませんが、まあ、俺が立ち枝って言ってますけど、これの方が分岐するようになってますよね。でこれから、まあ、太鼓反射とかって言いますけど、向こう側の中側から降りてって向こう側のあっちに傷の影響がつながってます。これですね、これ見てると分かりますけど、これの影響が こっちに行くんですよ。でここにももちろん行ってますけど、あの反対に力関係でこっちにも出ます。よいしょ。でこっちはね、そこまで傷がいってないように見えるんですけど、ここに跡がありますよね。でこれがこう流れて、まあ、これが断ち切らなかったっていうとこでしょうね。だけどこの幹は基本今ね、針の方向こっち側に対して、あの上下に一番幅が広い幹なりにはですよね。だけどね、必ずねこう湾曲してる。だからこう立ってて、そこの脇にこう立ってる感じですね。幹がこう曲がってる。それを縦に幅で取ってるんですけど、それの脇にこう出てる感じ。だからね、こっちの赤みがね、あの均等赤白がね、ここ比率が同じに配置できないんですよ。で、ここがちょっとこっちに盛り上がってる。で、ここの盛り上がってるところには、あの、立ち枝が立つ形。こっち側でも、これがこうなっていつつ、まあ、こっち側仮方向で見るとこういう感じですよね。で、ここから出てる感じですよね。で、これの枝が立つので、これとのバランスを取るのに、これが少し向こうに行きます。Y 字バランスみたいなもんですよね。でね、言いたいのが、全部現場の歴史はわからないんですが、例えばこれ大きいもの、これね、50数年生です、大体。で、こっち小さいのに行くと、30何年生になってくるんですけど、あの、同じ時に植えたのか、それかこれの横に勝手に生えたのかは定かではないですけど、植林したものっていうのは、自分でね、意思を持たないんですよ。俺がどう生きてやろうっていう意思を持たない。で、意思は何が持つかっていうと、土壌の方になります。土地の方ですよね。で、その土地がどういう歴史を持ってたかっていうのが、土地伝播っていうものになるんですけど、あの、前に例えばこういうものを、こういう木が、もともと持ってた植林木のもともとの苗が持ってたか、あの、そうじゃなくてもそういうことが、例えばの成長の過程で、こういうことがあったっていうと他にも映るんですよ。こうやって年数が同率だと苗の影響の可能性が高い、あの元々の作ったものの影響が強いんですけど、年数が違って同じ状況にどれもなるっていうパターンの場合だと、
これは土地電波っていうふうになります。あの土地で歴史をつなぐっていう、いうことですね。だから植林を例えば一回やられて、もう一回あの植林をしてって言っても、前の記憶って土地に残ってるんですよ。多分イメージしづらいと思いますけど、で製材でやってる人もほとんどそういうの興味がないと思うんですけど、あのうちだとこれね屋敷林だと思うんですけど、同じような現状、今北杜市もどこでもそうですけど、あの同じエリアから2回目とかの出荷のものを下手すれば長くやってると見てくる形になりますけど、あのエリアの木はこうだっていうのが、あの私たちはあの自分たちの記憶に残ってて、で山は山が記憶してます。でその記憶をクリーンにするっていうことは、あのね植林の連作だとまずね、あのクリアにならないですね。さらに悪くなる方のが多いです。で悪い情報の方のあれのつながりの方が、まあ、実際人間とかもそうですが、あの流行り病と同じで、あのそういう方に影響をすごくされます。だからこういう状況っていうのがあれば、例えばもうみんな同じだったんですけど、状況が多い少ないっていうのはあるんですけど、こういうのもみんなそうですよね、同じですよね。あの比率が同じ、あのここがセンター配置できない、片側によってさらに向こうに曲がって、それの向こう側にあの枯れ枝になる立ち枝の元の種があります。でこれはもうそれが大きくなったもの、まあ、それの影響が小さかったもので、ね、こういうのはね、あの山見ればわかるかっていうのはなかなかかなり経験を積まないとっていうより、私はあの経験積んでもわからないんで、もう現場に行ってたんです。しょっちゅう現場に行ってそういうのを繰り返すね。曲がってる針方向でこういう木目になってるんですけど、これがねまだこっち側にもちょっと出てるんです。それの、あの反射の仕方が、あの立ち枝がっていうものになりますよね。でどれもね同じ状況の幹ですね。それの影響が大きいか少ないかで、今回はあの木取りを変えた形になりますね。ただね、私はあのこういうの全然嫌いじゃないんで、あのうまくちょっと下に積んじゃいましたけど、やれば、こういう形で綺麗な、ちょっとねあの時代風な作りの綺麗なものに見えてきますよね。で逆にこっちは普通のね、あの一般の職人の方、まあ、ある、まあ、みんなが使うのはこういうのですよね。綺麗なもの、普通に、まあ、普通に綺麗なものですよね。こっちはねだから屋敷林で、あの防風林みたいなものだったと思うんで、あの揺れ幅ももちろん大きかったんです、風ですね。だからそういう影響で、あの渋の量も増すんですけど、まあ、今回はね、あのそう植林植林ってあの日本中言ってますが、あの植林して次にいいものができるっていう可能性が誰かが見えてるのかがちょってとこですよね。基本植林っていうのはしない方がいいっていうのがそういうとこです。でこうやって例えばこういうの、ここ綺麗でしょ、こういう雲海の模様に見えてきますけど、まあ、こういうふうに使えばもちろんいいんですけど、例えばの普通のこういうのを使ってもらえる大工さんがその後にいるかっていうと、あとお施主さんの理解ですよね、なかなか難しい状況ですよね、こういうもの。ただ閉じ込めてこういうのを磨いたりすると、また私は綺麗なんで、あのいいかなっては思ってますけど、下が見えるかな、この辺が一番出てますね、綺麗でしょ木目。昔だとこういうとこの斑が入ったとこを崩し、これが鎖につながったとこを取る、それがあの欄間の元になってくるようなイメージですよ。欄間っていうのはもともと全部造作される方もいますし、木の樹勢にお手伝いしてもらう、要はね木の腐ったとこを、弱いところを取って残ったもので取るんですよね。だからこういうのもね、あのそういうものの元に近いっていうイメージで私はちょっと引かせてもらいました。まあ、これはあんまり使う木とかっていうのではないですけど、普通の杉ですけどね。でこういうこと、それがね、その一山一層同じ状況になる。まあね、植林される方はいっぱいいますが、色入ってますよね。現実論だとそういうことが土地で伝播する、
土地の記憶に残るって山で昔から言われてるものだけど、昔からやってる人が少なくなってきたんで、まあ一応動画にしてお伝えしようと思います。まあね、うちの方はこういうの断ることないので、こういうのから取れるデザインをお客様と想像しながら毎日弾いてます。